こんにちは、浜中仁です。前回ですね、始皇帝の時代の書物ということで、ですね、まあ木簡竹簡を紐で、ですね、組み合わせ紐でこう、まあ、通してですね、つなぎ合わせたもので、焚き木のようなものだからよく燃えたと、いうことを紹介しました。今でもですね、平城宮跡や藤原京なんか、奈良時代ですね、あのあたりですね、木簡竹簡がよく出てきますですね。あれ何に使っ、あれどういうところからですね、木簡竹簡が出てきたかということなんですが、ですね、実はあれですね、昔のトイレですね、お手洗いからですね、出土するんですね、木簡竹簡。木簡竹簡、お手洗いで、どういう風に使っていたかというとですね、もう塩、あれよね、実はトイレットペーパーの代わりにしていたということです。まあちょっとですね、あまり綺麗な話ではありませんが、ですね、まあ、大便ですね、大きな、大きい方ですね、あれが終わった後ですね、ちょっとお尻のですね、周りにですね、まあついちゃうことがありますですね。私なんかはもう年取ってるから綺麗なうんち出せませんのでですね、必ずですね、ついてしまうんですけども、まあ昔、今の人はですね、ウォシュレットで洗ったり、あるいはですね、トイレットペーパー柔らかい紙で、拭いたりしていました。ところがですね、古代の人は何してたかというとですね、へぎですね、薄っぺらい木の棒の先っぽで擦ってたと。で、それで、まあ、ですね、お尻の周りについたのをですね、取っていたということで、ですね、それに使っていたんですね。江戸時代とかも、まあ、そういうことをしてたとは思うんですけども、ですね、私が小さい時は、ですね、電話帳、ね、電話帳が置いていて、それを手でクシャクシャクシャーとやってですね、小さい時は使っていました。私が小さい時にね、オイルショックということで、ですね、トイレットペーパー を求めにですね、都会ではですね、長蛇の列ができたと。いうですね、ニュースが流れた時に、電話帳や新聞紙があるからそんなトイレットペーパーなんて、必要なんやろうかと非常に不思議に思っていたんですけども、ですね、トイレットペーパーを使い出すとですね、あ、これはもう戻れないですね、電話帳や新聞紙にはですね、戻れないということがですね、今ではですね、通過しています。はい、ですね、今回はですね、木簡竹簡が出土するところをですね、あれはトイレットペーパーの代わりにしていたということで、お手洗いから出土していた。まあ1000年以上経っていますから、まあ綺麗なところではそんなね、バイキンがうわっとあるような、ものではありませんが、実はそういうところから出土していたと、いうことをご紹介しました。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。